でここに来るわけだ。おお。なんとあの一条がこんなことになってしまったわけですね。決戦。あ、もうここ？うん。ああ、はいはい。決戦ピーチ姫、あ、やべ、ピーチ姫かと思った。決戦ピーチ姫。で、ここはね、このクッパジュニアがいろいろやってくるんで、無視しながら進みます、ひたすら。ダッシュダッシュ。まあ、そうなるので、気をつけて。取っとく？あ、で、ここ、こう。おぉ。このね、骨みたいなやつがね、なんか津波みたいになるんで、津波？あの、ザバーって波みたいになってくるんで、襲いかかってくる。まあ、多分決めないのか、決めない、何もできない、できる。もうひたすら前に進むしかない。あえてこれ踏ませてみる、どうなるか。熱い。そう、キャー、何をやってるの。で、これで踏むとこうなるわけ。で、弾き飛ばされちゃうわけ。溶岩に落としたらどうなるんだろうな、これね。あれ、復活してくれないか。おお、一人でやっても意味ないんだが。頑張ってバウ。キノピオは天国からマリオさんを応援しています。あれ違う、これを取ろうと思ったの、今コインを取ろうと思ったの。そうすると、あの、私のコンティニューの回数が増えてしまうんですよ。いや、ちょうどいいじゃん、いつぎに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 やったじゃん。やったじゃん。ちょっと協力プレイよ、協力プレイ。俺がやってるところ見たって何も面白くないからね。さあ行こう。もうニュアンスは伝わったと思うんだよね。なんで突っ込むの。で、そうさ、突っ込むかな。ちょっと相撲戦するかな。マリオさん、マリオさん、大変です。はい、こう。いや、おい、待ってさ、乗れ、乗れ、ジュニア。懸命に戦ってくれてるけど、リフトにすら乗れてない。そう、スマブラに出れたからって調子に乗りやがって。あ、そうか、出てた。あ、あー、いや、復活するかもしれない。はい、よろしく。あぶねえ。あ、そうそう、弾かれちゃうからね。お、そろそろ。おお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 お、待ってね、リフトが落ちるから復活するのを待ちいので、行く。なぜ逃げた。お、絶対か。で、ちょっと、おお、そういう風になるんだ。まあ何も起きないんだ、入っちゃう。おだれジュニア、降りてこい、ほらほら。多分あれ食らうね。で、あ、ここでついにラストですよ。まあ、ここはやっぱね、主人公補正、私が。ちょっとマリオのために用意しておいてくれるなんてね、意外とクッパもいいやつですね。おお、それ知らなかった。やったーやったー。これで俺にからもうなんかマリオがん、マリオが左回りだ。ちょっと衝撃の光景を。マリオさん、早まらないでください、落ち着いてください。なんか落ち着いてください。突つきしてみたいな、これ。何だこれ、何の儀式だよ。我々は今からクッパに戦いを挑むわけであります。あー、まあ行こうか。行こうか、行こう、行こうか。ちょっと飽きてきた。そうだ、ちょっと疲れてきた。いや、こっからですよ、こっから。で、また火の玉が、ね、割れた。またこのパターンか。おっ、おっ、おっ、あれ希望がついえた。もう今持ち上げていこうかなと思ったんだけど、マリオさん、もう我々はダメかもしれません。そうだな、愚かな行動だったね。あ、え、あ、自分の火で見えなかった。おお、ラッキー、助かった。で、おなじみですね。もう羽がないから飛べないんだよね。あ、今俺が行けばよかったね。ピンチですね。いやー、うわ、危ねえ。ちょ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 、あれね、これ前回はね、俺道連れになったからね。
確か、うん、いやそれをちょっと狙ったんだけど、いや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 、またやろうかなと思って投げたんだけど、ダメだったね。あ、よかったよかった、早かった、あってよかったね。いやよかったよかった。で、終わればいいんだけどね。やっぱそうなりますよね。いやー、Wii の時はね、この後が大変だったね。ただですね、今回はですね、違うんですよ。あれ？あ、逃げるんじゃないの？逃げるんじゃないんですよ。普通に戦うんですよ、この後。そこにいるんですよ、ピーチ姫が。お、なんかすげえミイラかと思った俺。ミイラ？ミイラ？なんか巨神兵みたいな。ほら。あ、顔が白かったからね。その発想すごいわ。びっくりした、なんかあそこになんかいるみたいな。ミイラってなんだよ。ああ、面会させてくんない。でかい。どうする？え？で。真っ向勝負をするんですけど、いやでかくね、あのですね、クッパジュニアがですね、下に降ってくるんで踏みつけてですね、あの乗り物を奪うんですよ。で、奪ってその乗り物に乗りながらヒップドロップをすると。そう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 。で、クッパの頭でヒップドロップ。あー、そういうことか。うおー、超え、俺どこにいたんだ、全然見えなかった。あれ、シムどうなったの。よいしょ。二人だとどうなるんだろう。あ、キノコはある。取られた。そこじゃない、そこじゃない。あ、そこじゃないのか。あ、にって、あ、間違えた、ボタン違う。ボタンがパッドと違うから。あれあれあれ、今両手でパーンって殴られたよ。計算し尽くされた攻撃だったわけか。うわ、どうせこいつらここら辺に来るだろう、来るだろうなみたいな。両手パンツで。あ、待った待った、多分ね、俺がやった方がいい。言ったのに今。俺がやったらさ、フラワーになるじゃない。そういうことか。まあまあ行きましょう。レッツゴー。何年マリオやってんのよ。あ、ごめん。うわぁ、マンツーマンになった、タイマンや。今これさあ、マリオ、ここまで来れるかな。てかこれ、Wii の時も多分こうやってよね。ちょっと、ちょっと、ちょっと危ない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 。確かにね、これね、Wii の時にも一人だった方がよくねっていう話になって、俺一人で倒した覚えがある。うん、でね、二人の結論がね、うん、マリオは二人でやるもんじゃないよねっていう、やるもんじゃないっていうね。さあ、第2回戦ですよ。さあ行こうぜ。火にも気をつけなきゃいけないからね、結構見ると怖いんだよね。あ、くそ。結構ね、乗れないんだよ。いや、終わったと思った今。さあ頑張れ。一人で倒してもな。あ、これで私のコンティニューが増えてしまうという。いやでも大丈夫、これで5機増えたから。そうだね、5回チャンスだから、ね、そうそうそう。突っ込んだの、あえてここに行くか。あ、あ、お、おい。あ、こうなるんだね、やっぱりね、死んじゃうんだね。私が倒した、ついにキノピオが、マリオもマリオを倒した。倒した。キノピオは何の座を狙ってんだよ。天使と悪魔が戦ってるかもしれない。僕はとんでもないことをしてしまったのか。あ、キノピオの中のね、ついにあの日を倒すことができたみたいな。そう、見守ってるよ、天国からマリオが。さあ、キノピオはどこまで頑張れるんでしょうか。あのね、まだね、一回もクッパにダメージを与えてないんだよね。そろそろ与えよう。あ、来るなかった。え、いや、キノコを取ろうと思ったんだよ、ジャンプして。
で、だって2番は2番しか。そこで多分振らないといけないのかこれ。ヒップドロップだから多分下やればいいんじゃない。今下押したはずなんだよ。ちょっとね、あのね、ごめん、パッドの時とやり方が違うから分かんないよ、ボタンが。よいしょ、あぶね。で、クリア。よっしゃー。で、くる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 回るんで、子供たちのね。よっしゃ。あーそれは無理よ、だってさあ、逃げろ。うわー、ちょっといい加減キノコが欲しいんだけど。あ、おう、クッパジュニア持ってた。持ってるんだ。クッパジュニア持ってた。あー、でこれはマリオワールドおなじみクッパが目の前にいるんだけど、あのキノコさ、取らせる気ないよね、もうね。僕に戻らせてよ。はい、あ、やべ、まずま、早く戻ってきて。ぺちゃんこ。さあ復活するよ。まずは復活する。よいしょ、ナイスコンビネーション。あ、クソ、空振った。ちょっとせっかく足止めしてたのに。さっきの子が来るよ。もうちょっと欲しいな。でもあれ取れないんだよね。取らせる気がないんだよ。寿司に、いやー、踏まれた。飛ぶ。あ、これかい、いいのかい、行っちゃって。はいふんか。あ、ちょっと危ね。え、今ちょっとね、キノコを狙ったんだけど。わあ、よいしょ。ああ早く左。よっしゃ。ああ夢に出てくるわ、こんなの。もう一回飛ぶから。あ、あのキノコ乗り物左、多分左にあんの。うん、でね、多分今飛んでる余裕ないと思う。たーまやー、花火か、今年見に行ってないの。うおーおおおおおおおちょ何お作戦に紛れてどうするかなもうやだそこで私考えましたよ。はい。ちょ、ここでこそでしょ。それはスター取っときゃよかったな。それはありなのかな。これは実況としてありなのかな。さあ好きな方選ぶかよ。いやこのまま行きましょう。このまま行きましょう。大丈夫、どうせ死ぬから。これウィーンの時にもこれやって失敗してるから、うちら。まあそうだね。さあ、もう何回戦かも分かりませんが、素敵ぜ。完全装備ですね。どこで手に入れたかは内緒。たまにはね、スーパースターが活躍しないと。ふいー、やったー。いやー、なんでそこ地味に食らってんだよ。いや、画面が切れてたんだ。あ、そこだ。あこれはまずい。みよし、取ってやろう。はい、キノコさん。潰された。あ、まだ生きてる。取れる。OK。 まあ結局こうなるからさね、意味ないんだよね、アイテム使ってもね。怖い。あ、来た。いや、こっからね、ボムを投げてくるんだよね。で、私が、え、ちょ、なんだよ、
仲間のうちで奪い取ってもしょうがないでしょうが。あ、ごめん、そっちに見とれてた。キャー、よし、代わりに復活した。早く早く来て、キノコさん早く来て、クッパと一緒に来てる、クッパと一緒に来てる、クッパと一緒に来てる。な、多分ね、次で死ぬ、あと一発で死ぬと思うんだよ。そうだよ、だいたい3発だよね。そうそうそう。さあ、やばいぞ、一撃も食らわ。私は何をしに何しに出てきたんですか、あなたは。早く早く、よし、最後はこのスーパースターのマリオさんが、よっしゃー、よっしゃー。こういう酔っ払いいるよね。あ、どうした。で、残すは、あ、パパパパパパパーンと。やっぱ最後に決めるのはね、スーパーマリオさんですよ。そこは。え？投身自殺。父ちゃんがいねえなら俺も行くと。あ、でかくなった。でかくなってるね。助けに来ましたピーチ姫。でね、今回ねご褒美がね帽子なんだよね。ほら、あれ、わっ、めっちゃ嬉しそうだな。よかったねと。そう、本来こういう形だったんだね、ピーチ姫ね。ピーチ姫はピーチ城がね。で、平和が戻りましたと。お、何してんのこいつ。逃げようとしてるんだけど。あれ、お、お、いいよ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。おー、すげえジャンプ力すごいじゃん。頑張るよクッパ。あー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 、でも、え、ああそういうことか。あれ、頑張って飛ばないでさ、どっかに不時着した方が、うん、よかったんじゃないか。でも亀だから遅いからね、移動するのに時間かかるんでしょ。いやー、よかったよかった。いやー、余裕でしたな。やっぱ3年前に比べれば余裕ですよ。また遊べるですね。まあいかがだったでしょうか。まあどう、3年ぶりにやった感想は。あのね、死にすぎた死にすぎました。でもなんだろうね、そんなに時間かかんなかったなっていうのが。まあそうだね、うん、前回はもうちょっと時間かかったような記憶があるんで、まあ、それに比べればまだ、うん、コース一つ一つが確かにね、さっき言ってたように短かったのかもしれないね。うん、そんな気はします。クッパに時間かかなかったしね。そう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 、それはね、良かったと思う。うん、あっさり終わったね。でもやっぱね、そのボス以外のコースを見てると難しくはなってる気がする、うん、なんか Wii に比べると。そうかなやってないでしょ、 Wii の方が。あ、まあ普通のコースは、まあ、ボスじゃなくて、まあボスはね、うん、普通のコース、普通のコース。ボス戦はあの前回はさ、あ、ボス戦はね、あのボス戦っていうか、あのボスのステージはなんか前回はあのなんか杭が出てくるとかあったじゃない。あ、はいはいはい、あれがすげえ印象に残ってたんで。大根のしね。そう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 、すり潰されちゃうからね。 あれが印象に残ってたんで、うん、それに比べれば今回はそこまで難しいステージはなかったかなっていう。まあやっぱ短さのところもあったんだろうな、うん、原因としてはな。よいしょ、ふんふん。なんかコイン集めたなんかなんもない。なんもね。名前。ただ単にスタッフロールが長いからこのコインで遊んどけっていう。そういうことか。子供たち飽きちゃうからさ、スタッフロール。そうだね。もうまあ俺なんかもう飽きてるけどね。いやなんかさ、知ってるディレクターとかができて、あ、なんとかさんだとかっていう感動がないわけよ、子供たちは。もう今金に目がくらんでる状態だから。もう全くね、そこまで目がいかないという。でしかもこれ別にバトルでもなんでもねえから。あの君が集めたの全部俺のところに加算されてるから。え
だからあのなんだって1コンと2コンで集めたのがどっちが多いみたいなことはない。そういうのないんだ、うん、残念だな。じゃあ俺も一緒に踊ってようかな。踊れんの俺、うん、ほっとくとね、こうやって。あ、そういうこと。あ、いいじゃないですか、うん、君は集めてていい。はいはい、こっちの方が楽しくない？何が？あ、見てると？あ、そう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 。さあ、皆さんご一緒に。全然合ってない。全然合ってない。意外とね、長いんだ。そうだね。そう、長いのよ。なんかね、前回はね、ブロック壊してたら勝手に終わってたんだけど。でもね、こうやってね、文字がね、くるくるくるって。文字がくるくるくるって。よし、じゃあキャッチボールやろう。おぉ。ほれキャッチボールやろう。遊んで、遊んでるっつうか、いじめてるっつうか。キャッチボール、キャッチボール。やめろよ、やめろよ、やめてやれよ。ひどいな。かわいそうだろ。まあでも、マリオブラザーズといえば我々の原点ですからね。ああ、まあそうだね。それを3年ぶりにできたというのは良かったんじゃないですかね。久々にね、できて良かったんじゃないかと。もしかして英語と申すと、ならない。あ、何もなんない。相変わらずキノピアうるさいなっていうね、印象が。でもそんなに今回ギャー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 言ってなかったんじゃない？そうだね。キノピオ自身、キノピオ自身はね。そうだね。てか前回がね、何？前回が思った以上にうるさかった記憶がある。キノピオがね。そうそう。なんかそれにね慣れちゃった気がする。ああ。と、あ、わた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 。映ってないね、一人みたいな実際。まあ実はいろんなヨッシーが出てくるんだけどね。風船のヨッシーとかね、泡を出すヨッシーとかいろいろ出てくるんだけど、さすがにボスは出てこないからね。あー、終わった終わった。いや、終わった終わった。イエーイ、終わりましたよ。はい、チュチュチュ。あー、そういえばあれだね、強力のヒップドロップやってなかったね。あの、せーのでヒップドロップってやつ。あ、そうなんだ。あれ使ってなかったね。あ、そうなんだ。あれ使えば、あの、映ってる敵全滅するんですけど。あー、そうなの。うん、すごいじゃないですか。忘れてたね。完全に忘れてたわ。まあまあ、3年ぶりにね、ちょっとギャー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 やかましくやってみたんですけど、あね、ん、意外と楽しかった。え、あ、面白かった。よかった。意外と楽しかった。おう、そう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 、うん。まあ、3年前これやった時にはさ、まあ Wii U じゃなかったけどさ、まあ、初めてだったしね。そう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 、うん。まあしどろもどろ感があったんですけど、今回は楽しめたのでよかったです、はい。また何か機会があればね、ぜひぜひマリオのアクションやってみてもいいかなと思うんで、はい。まあ、あの、前回の見てないよって人はぜひですね、当たっていただければ、出てくるんで見ていただければと思います。まあ若いね、ん、多分ね。ああ、今に比べると若いと思うよ、多分。うん、いい意味で若いと思う。本当に、うん、はい、新鮮さがあったと思います。そうですね。というわけでお別れしましょう。バイバイ、バイバイ。